気をつけましたし、位置が前だから後ろだからとかではなく、全員一人一人が同じ踊りですごいちゃんと踊ることをちゃんと意識したので、いやすごいなんかおめでとうって言ってもらえることがすごい多くて、クラスの方とかもそうですけど、まあ、すごい友達とか学校が違う方からもすごい言ってもらったので、やっぱすごいことを成し遂げたんだなとは思いました。知らなかった学校だと思うんですよ、その荒井部っていう大会がある前は全然みんなが知らない高校だったと思うんですけど、なんか注目されたことですごい自分たちのレベルをどうやって高くそのまましていこうかとかいろいろ考えたりはしました。とりあえずダンスたち出場、そこはまあね決めてるところです。私たちは日本大学明星高等学校です、これからもどんどん練習を重ねていって、日々進歩して、すごい大会とかにもたくさん賞を取りたいと思っているので、応援よろしくお願いします。